タンポウ上虫の言頭節多法、上虫エキノコックス症とは、寄生虫の一種であるエキノコックスによって人体に引き起こされる感染症の一つである、放虫症などとも呼ばれる。エキノコックスとは、変形動物門上虫更新性上虫、アコウエン養目、テニアカエキノコックス属に属する生物の総称である。区分すると、タンポウ上虫エキノコックスグランヤロススによる、 単方性エのコックス症と多方常中エのコックスマルティアキアラリスによるタツツミ性エのコックス症に分けられる。そのうち単方性エのコックス症は牧羊地帯に後発し、日本においては輸入感染症として認知されている。原因は主にキタキツネや犬猫タヌキオオカミなど犬科をはじめとする肉食動物の糞に混入したエのコックスの卵胞を水分や 食料などの摂取行為を介して、人が経口感染することによって発生するとされる人従共通感染症である。卵胞はそれを摂取した人の体内で幼虫となり、主に肝臓に寄生して、発育、増殖し、深刻な肝機能障害を引き起こすことが知られている。それゆえ、肝臓癌との誤診を経て、下下手術時に液のコックス症と判明することもある。 無症状の潜伏期間が長く、成人の場合で10年から20年、小児で5年以上かかると言われている。患者の98%が肝臓に病巣を形成される。脳膨が小さい感染初期は無症状であるが、やがて肝臓主題を引き起こして、右上部の腹板、胆管を閉塞して、横断を停止して、皮膚の激しいかゆみ、腹水をもたらすこともある。次に犯されやすいのは、肺で、 咳、血痰、共通、発熱などの血核類似症状を引き起こす。その他にも、脳、骨、心臓などに寄生して、重篤な症状をもたらすことがある。また、脳法が体内で破れて包虫が散布され、転移をきたすこともしばしばあり、内容物が漏出すると、アナフィラキシーショックを起こす。本虫の引き起こす症状は、大型の常虫の場合よりも重篤である。患者の腹部、 断層撮影画像結成検査エライザ法により、結成中のエキノコックス抗体を検出する、ウエスタンブロット法により、抗体陽性確認を行う、門診日本では、北海道在住か、北海道への旅行歴がある、理学的初見関節に骨性の肥大が見られる、胸部レントゲン撮影、胸部 CT スキャン、腹部レントゲン撮影、腹部 CT スキャン、過疎に被内試験、 関節血球業集検査脳法の存在と位置を確認。腹部エコー初見石灰化陰影が粒状に認められる。腹部 X 線初見肝臓の部位に一致して乱角状の石灰化が見られる。腹部 CT 初見脳法壁に石灰化が見られる点が特徴的である。末梢血初見高三球増多。生検腹腔鏡発症前の診断と治療開始が重要。 放置した場合の5年後の生存率は30%と言われている。手術療法有効な治療であるが、臨床症状が出現した時点ではもはや取り切れないことがほとんどである。また、脳法の位置と患者の状態から外科的切除が困難な場合がある。科学療法手術療法が困難な場合に行われる。本性に対する内服薬は1981年に アルベンダゾールアルベンダゾールが開発され、欧米で用いられてきた。日本でも1994年に認可され、使用が可能となっている。治療の有効性については、質の高い根拠が得られている。脳法を外科的に手術した場合の結果は良好だが、自覚症状が出現した場合にはそれほど良くない。発生は10万人に1人の割合、世界における、 疾病負荷は最低でも28.5万歳。経済的コストは年間1.94億米ドルとされる。シベリア、南米、地中海地域、中東、中央アジア、アフリカ、日本北部に多い。米国ではミシシッピ川下流域、アラスカ、及びカナダ北西部で見られる。危険因子は牛、羊、豚、鹿との接触、または犬、狼、 雇用手の糞との接触がある。感染症法4類感染症指定で、原因となる多方常虫が北海道などの井戸の高い地域に生息している。毎年約20名が、エキノコックスに感染しているが、保健衛生指導と犬の定期的な常駐駆除で予防できる。他に生水を飲まない、発生地の沢水や、井戸水は加熱してから使用する、人家にキツネを近づけない、 山菜などはよく洗うか火を通して食べるなどの予防法がある。しかし、中卵の分布や汚染状況が不明で、人への正確な感染経路の同定はできていない。熱には弱く、60度10分間加熱で死滅する。症状が出てからの治療は困難なためスクリーニング検査が重要であり、北海道では広く行われている。感染ネズミを解剖した様子直接的な対策は、 多くの傾向型感染症対策と同じく種子の洗浄励行、汚染の恐れがある食物はよく洗い加熱するなどであり、排出された中卵を蛍光摂取する可能性を低減する効果が期待できる。また、感染収縮種との接触を避けることも重要である。重環境すなわち媒介動物対策となる。つまり、主要な感染源となる狐やヤケモ人家周辺に、 近づけないための対策が重要で、餌となる畜産廃棄物、水産廃棄物、生ゴミなどの適正な保管、処理が不可欠とされる。媒介動物北海道のいくつかの地域において、苦中薬入れザの散布による野生キッツネからのエキノコックス駆虫が行われ、始めている。かつては、汚染地域内のキツネの捕獲やネズミ駆除が行われたが、効果が認められず失敗した。 ブラックジャック手塚治虫の漫画作品、第117話、リンゴでは、農薬によって、突然変異を遂げたエキノコックスが、農地の周辺住民へ寄生して、地域単位で死に至らし、そこを訪れた主人公のブラックジャックにも寄生する。このエキノコックスは、寄生経路こそ、通常死と同様であるが、煮沸消毒が効かず、引寄生者の体内で強力な毒素を生成して死に、 いたらしめるという設定になっている、ブラックジャック蒸気作品を原作とした OVA 作品。第四話、巨色、二人の黒い医者では、戦中に生物兵器への改造を経て、極秘のうちに廃棄されたエキノコックスが戦後に廃棄場を訪れた一般人へ帰省する。このエキノコックスは、風入容器の経年劣化によって漏れ出た後、感染した小動物による創傷感染を経て、 引生者の脳の食欲中枢へ帰し、拒食症を発症させて、引生者を死に至らしめるが、生物兵器へ改造される際に、神経組織への擬態能力を付加されていたため、通常検査では発見できないという設定になっている。爆音。折も、富真菜の漫画作品。第10話では、登場人物の父が北海道をバイクでツーリング中にキタキツネを避けようとして事故に、遭った際、 キタきキツネに舐められたことで感染している。ドクターこと診療所、山田厚都市の漫画作品。第40話、ドクターことを選択する。から第43話、ドクターことを反省する。では、16年前の北海道で、カイヌゴロウに感染していたエキノコックスが、現在の転居先である、離島内の小動物への感染を経て住民にも感染したことから、 その経緯を知らない住民たちの間では伝染病との噂が立つ。真相を突き止めた主人公の医師、後藤の手術で事態は沈静化するが、五郎は老衰で死亡する。ありがとうございます。